俺のゲンチャンネル始まりました。皆様こんにちは。ジャシップのチーフプロデューサーをしています、ハマーダルシマー奏者の近藤彩音です。俺のゲンチャンネルってなんだと思われた方、このねチャンネルのトップページに行っていただくと、赤い背景に俺のゲンって書いてあるんですけれども、このチェリスト江口さん、バイオリニスト高木さん、そしてハンマードルシマー奏者私、3人の思う俺の弦だっていうものを実はこのチャンネルで毎回紹介してるんですね。この自分が思う弦楽器ってどんなんだっていうのを演奏しながらご紹介してってるんですけれども、このハンマードルシマーはなかなかそのね弦楽器に入れていただくということ時点でもう私はそれだけでも嬉しいんですが、このね今回は、ただ演奏するだけではなく、さらに、まあ久しぶりかな、なんかハンマーダルシマーについてちょっと皆様に改めて興味を持っていただけたらと思います。ということで今回はアングルを変えて、映像を撮ってみました。このいつも演奏してる姿だけだったので、なんかあまりこう手元が見えないななんて思ったんですね。なので今回はもうあえて手元だけを映してみたので、ぜひこのハンマダルシマーのその弦がどう張られているのかとか、実際どうやって叩いてるんだろうというところを楽しんでいただけたらと思います。それでは今回演奏する曲は、この秋にぴったしな童謡赤トンボです。私9月生まれなんですけれども、なんか秋になって自分の誕生日を超えるとすごく、あ、秋がやってきたといつも思うんですね。なんかそんな時にこの赤トンボがメロディーすごく頭の中に流れてきて、あ、秋っていいなって改めて感じてます。なんか空気も澄んでるし、ハンマーダルシマーにとっては湿気がすごく少なくなるのでとっても嬉しい時期なんですね。まあ、そんなこともありの、あと紅葉もそろそろですよね。なんかもう私秋が大好きです。そんな時に流れてくる音楽が赤トンボです。なので今回は赤トンボを、はい、この秋ぴったしな時期に聴いていただきたくて演奏してみました。それでは、はい、特別なアングルで撮影したので、ぜひ手元を見ながら赤トンボ聞くってちょっと忙しいかもしれないんですけど、はい、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。それでは聞いてください。